昼ですね、今日は。お昼と夜にします。こんばんは。あら、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう。髪色軽くなった。あれかも、自然光かな、もしかしたら。どうだろう、わかんない。風大丈夫、大丈夫だよ、ありがとう、優しい。なんかね、やっぱ喉と鼻の調子がね悪いんだけど。あ、のりさんありがとうございます。あ、たくぞうさんもお菓子いっぱいありがとう。え、待って、頑張る、いっぱいありがとう、ありがとうございます。そうだけど全然大丈夫、ありがとう。え、びっくりした。え、いけない太陽さん、あらあらとか言っちゃって、あら、ありがとう、タワー、ありがタワーだ、ありがとうございます。頑張れ、頑張る。いけない太陽さん、ありがとう。いけない太陽さんがさ、撮る写真すごく大好きなんだよね。めっちゃ保存してるの、ずっと言ってんだけどね。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そうなので、ね、さっきね、朝起きて1分も経たないうちに、あ、のりさんありがとう。1分も経たないうちにね、お腹が減って起きて1分だよ、起きて1分なのにお腹が減りすぎて、もう急いでコンビニ走って行って、さっき食べたご飯、パスタ食べたよ、パスタ。そう、スピンだからリップも塗ってない、やばい。今日のはね、前座を出るなんか前後に一応向かいます。お、待ってます。今日劇場、あ、すごい、待ってます。赤ちゃんみたい。どこが、全然赤ちゃんじゃない。こんにちは、新潟着いてからお昼食べよう。私新潟に来て食べてほしいやつなんやろ。でもなんかお昼じゃなくて夜は絶対にガルベストンってとこにめっちゃ行ってほしいかも。みんなにめっちゃ美味しいで、お昼はスズベルおすすめかも。スズベル好き。スズベル美味しくて好き。行ってみて。こんにちは。なんかスズベルはなんかもうめっちゃ体に良さそうなメニューばっかなんです。そうだからおすすめ。ちょっと新潟だけどガルベスト行ったことないや。え、行ってみて、めっちゃ美味しいよ。あの、お母さんとお父さんが来たら毎回ね行ってる、そこ。あ、ありがとう、かぼちゃめっちゃ美味しいね。あ、みんなお菓子いっぱいありがとう、嬉しい。そう、スズベルはたまに食べたくなったらウーバーしますたまにね。まだだから店舗は行ったことない。なんか店舗で注文一人で行けるメンタルがまだないから、まだウーバーです。すごい、みんなお昼やのに来てくれてありがとう。ちゃんかわいい、無言無言だ。お化けありがとう、お化けの九太郎、お化けの九太郎ありがとうございます。なんか今日は2時間なのね。うん、違うよ、今日は1時までやって1時間と、前座の前後に合計で1時間できたらいいかなって思ってて、で夜の11時から12時の1時間で3時間くらいやりたいなと思ってるけど、どうなるやろ、できるかな。できるかな。
めっちゃお菓子くれる、ありがとう。これ何のお菓子なんやろめっちゃ気になるねんな。で戻りますね。じゃあでは気象で、おお気をつけて、こんにちは。もうね、昨日のなんか私が目指したいって言ってからめっちゃ声ガラガラ、ごめんなさい。なんかそれを叶えてくれるみんながすごくて、すごいというか、もうね、昨日の感動は未だに余韻がすごい。頑張ってて偉いだけ、ちゃんと休むんだよ。うん、休むよありがとう、マジで可愛い。え、ほんまにウェルカムコメントにも、これさ、ウェルカムコメントさ、あれやねんな、文字制限がめっちゃちょっとしか書けへんねんな。目標を消すしかないんかな。そう、そうなんす、そうなんす。お菓子いっぱいありがとう、かわいい。しかも今ハロウィンイベントもしてるからさ、めっちゃかわいい。わかんない人がいるかも。あ、そういうことね。じゃあ一旦目標をコピーしてメモに貼り付けといて、一旦消しますね。じゃあそれでいいかな。みんなありがとう、かわいいね、ありがとう、こんにちは。あ、今日東京でももちゃんの受付行く、お待ってますね、ありがとうございます、嬉しい、待ってるよ。眠たい。なんか起きてから結構ちょっとだけ時間経つけど、なんか眠たい。最近永遠に寝ちゃいそう。ありがとうございます、こんにちは。しかもなんか変な夢見たし、昨日の夜はアンナチュラルの最終話見て、あ、こういう終わり方なんやで終わった。こんにちは。でね、今はね、ミュー見てる。ミューみたいな、あ、お菓子ありがとう。ミューみたいな、わかる？なんだ、なんやっけ、ちょっと似てる刑事ドラマ見てます。なんか私思ったのが、なんかドラマで、いっぱいありがとうドラマでさ、なんか恋愛ドラマも結構好きだったんですね。でも、あら待って、近藤和弘さん、ハッピーハロウィンだって、かわいい、ありがとう、かわいいねありがとね、近藤和弘さん、かわいい。ハッピーハロウィン、ん、ハッピーハロウィンじゃない、ハロウィンか、あ、ハッピーハロウィンか、合ってた。拓蔵さんもお菓子いっぱいありがとね、フォローありがとうございます。なんかそう、話の続きなんですけど、すっぴんかわいい、ほんまにありがとう。ラストマイル、見てないんですよ、なんか続きのやつやんな、見てないんですよね。でもそう、なんかはあの、あ、そう、恋愛ドラマめちゃくちゃ好きやったんですけど、なんか最近サスペンス系、なんて言ったらいいん、サスペンスけ、なんかその刑事系のドラマめっちゃハマってる。頑張れ、ありがとう、頑張る、あ、また頑張れ、ありがとう、頑張るよ。待って、これ合計したらタワーじゃないか、タワーじゃないか、
近藤和弘さん、タワーありがとね。嬉しいよ、ありがとう。本当に昨日もありがとね。ありがとう、ハート、ありがとう、嬉しい、ありがとう。なんかね、本当にね、どんだけありがとうってなんか言っても足りないくらいみんなによくよくよくしてもらってるというか、みんなに支えられてもらってるから、言葉のありがとうだけで申し訳ない。拓蔵さんもいっぱいありがとうね。あら、そう、なんかすごい面白くて、なんていうの、そういうなんかサスペンス系のドラマめっちゃ面白くて好き。私の笑顔が一番のご褒美。もういっぱい笑っちゃう、そうやって言ってくれて嬉しい。なんかさ、私ってさ、なんか今まで笑顔がコンプレックスって言ったけど、なんかね、最近コンプレックスじゃなくなってきた気がする。みんながあまりにも褒めてくれて。映画は何が好き？映画か、映画なんやろ。私映画めっちゃ好きなんやの。タイタニック、タイタニックがね、もう世界で一番好き。あ、ぴょんちゃん頑張れ。あ、二つもありがとう。ありがとう、頑張れ、ありがとう、頑張る。タイタニックがね、人生で一番大好きで、他はアハタありがとう。他はの映画で何やろ。ね、ありがとうね、たくさんお菓子。何だろうか、他。でも好きなドラ、あ、映画めっちゃある。あ、なんかね、結構なんか何それって言われたり、なんかあんまりね、あ、なんだろう、なんて言ったらいいか分かんないんだけど、なんかコーヒーが冷めないうちにっていう映画、めっちゃなんか心があったかくなって感動したから好き。待って、ありがとう、お菓子たくさんありがとうございます。本当に嬉しい、ありがとうね。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。なんかね、私お礼配信どうしよっかなってめっちゃ迷ってて、今回の。そうだから、みんなどんな感じのお礼配信してんだろうってめっちゃ見に行ってる。みんなのやつ参考にさせてもらいたいなと思って見に行ったりしてる。どんなのが一番嬉しいんだろうか。こんにちは、ちょっと悩んでるよ今。こんにちは。あ、待って、拓蔵さんが誕生1位ってことは、もしかしてお菓子タワーってことかな。100回も連打してくれたの、ありがとね。こんにちは、みんな来てくれて嬉しい。あと45分あります。そう、よいしょ。花辺みなみさんがより役出てた。あの日見た花の名前僕まだ知らない。あ、なんかそれ知ってる。
なんか知ってるわそれ。テレワーク中なので余裕を、余裕だってかっけえ。あーお菓子いっぱいありがとね。あと今日は楽しみなのが前座ももちろんそうだし、家に帰ってきてからおそらく今日頼んでる荷物が届くので、それを開封するのすごい楽しみ。フォローありがとう。いろんなもの買いました。あと何にしよっかな。あと何のドラマ見よっかなってめっちゃ迷ってる。あ、お菓子ありがとう。ミュウのやつ見てて、で次最愛のドラマ見たいし、今ねあれ見てますよ私、放課後カルテっていうドラマ見てる。洋服どういうこと、ミュウミュウミュウ。冷蔵庫うるさいですよ。山下浩平さん、え、あ、松下だった、松下浩平さん、めっちゃわかる。なんか見えないよね、30何歳だっけ、見えないですよね、めちゃくちゃ若く見えます。あ、ありがとう熊澄さん、曲もめっちゃいい曲ばかりでよく聞いてますよ。こんにちは。え、私さ昨日チャットで送ったんですけどさ、送ったんですけど、なんと私音楽アプリ解約するの忘れてて、来週もかかっちゃいます。ミュース、あ、ミュミュさんもですか。もうね、なんか命を改めて、なんか命の素晴らしさを改めて分からせてくれるドラマってめっちゃよくって。当たり前なんですよ、めっちゃいいの。そう。めっちゃそういうドラマが私は大好きで、なんか見終わった後自分の性格を見直す時間を作ってて。そうだから、自分の性格ってなんか良くないなって思っちゃう時間とかができる。そういうとこ真面目キャラ。ほんまに？ほんまですか？めっちゃ改めてって感じです。いつもそうです。あと最近みみさん、そうなんや。私みみさんと約束したことがあって、なんかこのことが本当にかなうかどうかわかんないんですけど、みみさんってミッフィーが好きなんですね。で私はミッフィーのキャラクターの、ミッフィーのお友達のクマさんのキャラクターボリスっていう子がいるんですけど、その子が本当に心の底から愛してるんですね私。でとある日にみみさんがミッフィーのパジャマを着てたんですよ。だから私はもう思わず嬉しすぎて、なんか周りに今までミッフィーフレンズを好きな人が本当にいなかったので、なんか見た瞬間にめっちゃ嬉しくて、みみさんに「ミッフィーちゃんのパジャマ着てるんですか？」って聞いたら、「そうなの」って言ってて、で「私ボリュスちゃんめっちゃ好きなんです」って言ったら、え、
ねえみたいな感じでしてくださってて、でジラピケで、あのボリスちゃんのパジャマ買いましたって言ったら、え、私もミッフィーのパジャマ買ったよみたいな感じの話になって、また一緒にパジャマ着て写真撮ろうねって約束した。だからそれが叶うか分かんないけど、叶ったら嬉しい。ミッフィーのパジャマ買ったんだって、嬉しい。あ、お化けありがとう。私はボリスちゃん、クマのパジャマがあるので、カーディガンもあるので一緒に着たい。可愛いんです。もうね、ボリスちゃん本当に可愛くて、でもね、あんまりね、お名前知られてないの。クマさんって言われる。クマさんで合ってんだけど。ぷぷぷぷぷぷぷ。なんか一回ナギがね、なんか一回差し入れで、なんかクッキーの差し入れされてて、そのクッキーがミッフィーのミッフィーフレンズだったんですね。で、ももかがずっとボリスちゃん、ボリスちゃんって言ってるから、ナギが、この子何？みたいな名前。って言うから、ももかが、いや、この子の、その子、ちょっと豚さんやってんけど、豚さんの名前分からへんから、ちょっと豚さんの名前知らんわーって言って、ミッフィーとボリスちゃんしか知らへんっていう話をしたんですね。じゃあ、ナギが、その豚さんを見て、この子がボリスちゃんね、覚えたって言っててもう全然違う、もう全然違います。さっき違うって言ったのに、豚さんをボリスちゃんって言ってた。この子がボリスちゃんか、違いますねえ、それ違う、ボリスちゃんクマって言ったあ、そういうことか、こんにちは。ね、天然すぎて可愛いよね。休憩、あ、ありがとう。お疲れ様。みんな休憩？みんな休憩時間今。ありがとう、お化けたくさん。偉いね。お仕事頑張ってますね、みんな。頑張れ。私も頑張る。なんか最近めっちゃ真面目ゾーンに入ってて、私。謎に。え、待って、いっぱいありがとうございます、哲也さん。あ、お菓子もありがとね。そう、最近めっちゃ真面目なんですよ、私。あ、シュウウィズさんありがとう。ハッピーハロウィンだって。ありがとう。わぁ、少し、わぁ、これ。わぁね。お、頑張って。応援してます。頑張れー。で、だね、またね。待ってるよー。お菓子ありがとうね、たくさん。嬉しい。お化けもありがとう。そう。最近真面目ちゃんゾーンに入ってるんです、私。なんかふと来るんですよね、私の真面目ゾーンが急に。こんにちは。なんか来る時ありませんか、自分の真面目ゾーンが。私今それなんですよね。こんにちは。なんか自分の日頃もうちょっと頑張らなきゃって思う時が来るんです。でも本当に私これよくある。うん、眠い。
あ水出る。すごい、ありがとう。またありがとうございます。なんかびっくりしたの、このイベントのイベントでなんか強制参加だったのね、本当に。だけど何人かね参加してない子がいて今驚いてる。忙しいのかな。やっほー、強制じゃなかったんじゃない？いや、強制でしたね。だって私それだったらフェス優先してたというか、あれでしたもん。そう、あの書き方は強制だったね。で、私聞いてなん、聞いたんですもん、私スタッフさんに。両方とも中途半端な結果になってしまったらファンの方に申し訳ないからってことも言ったけど、そう、一切返事がなかったから、ああ強制なんだろうなって思った。なんだろうなっていうか強制だね。そう、サホも言ってたしね、みんな言ってるね。8人だね。なんかちょっと謎な部分があるけど、でも頑張るね、最後まで。こんにちは、仕事戻る。うん、頑張って。ありがとう、来てくれて。ももちゃん、この前のマックのイベントでマック何かハッピーセット食べたよ。ハッピーセット食べたよ。話してくれてありがとう。うんね、なんかめっちゃ前に私強制参加なんですって言ってたんですけど、そう、この始まる時にメンバー見たら何人かいなくて、あれ、なんか私ファンの人に強制参加って言っちゃったのに、なんか嘘ついてんじゃないかなって思われたら嫌だし、ちょっとこれ改めてまた話さなきゃなって思ってたから。そうそう、え、待って、びっくりした。山崎成美さん、え、あら。タワーだ。え、いいの、ありがとうね、ありがとう。なるみさん、ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ハッピーハロウィンだって。ハッピーハロウィン。ありがとうございます。ね、ファンネームまでありがとうございます。ありがとう、なるみさん。ん？参加してだけ配信しない手はある。うーん、なんかそれなんかすごい中途半端で、逆にすごい一番嫌かもしれない。それだったらもう参加しないって送る、私は。山崎なゆみさん、え、待って、本当にたくさんありがとうございます。びっくり、どんぐりこと。可愛いねえ、ありがとう。
なるみさん、たくさんありがとう。嬉しい。びっくりしちゃった。真剣モードに話してたら。え？待って。なんかすごいんだけども。 あれ？待って、なるみさん、なるみさんありがとう。びっくりしちゃった。すごい円になってる。あ、円になってた。なるみさん、ありがとう。すごいね。嬉しい。ありがとう。ちゃんとお礼配信で、たくさん、前回のお礼配信よりも、グレードアップしたお礼配信できたらいいなって、私的には思ってるので。ありがとう。嬉しいよ。頑張るね。う。めっちゃ嬉しい。びっくりしちゃった。めちゃくちゃ、喜んでいただけるようなお礼配信になったらいいなって思ってるので。ありがとね。かわいいだって。嬉しい。ありがとう。スピンなのに可愛いだなんてありがとうございます。すごいもったいない。可愛いにもったいない言葉。ありがとうございます。最後まで頑張ります。びっくりした。え、本当だ。可愛い。嬉しいね。お風呂ありがとう。もちお昼食べた。うん、パスタ食べた。パスタ？ん？食べたよ。え、待って。ちょっと待って。タワーじゃん。 あれ、なるみさん。え、いいの？ね、タワーだよ。待って、これ何タワーだ？ゾンビタワーかな？クマゾンビタワー。え、クマゾンビタワー、ありがとう。嬉しい。ありがとう。めっちゃ嬉しい。ありがとう。頑張るね、最後まで。え、ありがとうございます。タワーいただいて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。なんかありがとうしか言えなくて、本当に申し訳ない。ごめんね。でもめっちゃ心の底からありがとうって思ってるので。パチパチだ。びっくりした。ありがとうございます。待たないよ。 そうだよね。ありがとうと待ってしか言ってない。また、待ってくれない？ ありがとうございます。嬉しい。最後まで頑張る。頑張るぞ。おお。話があれだけど、そう、まあでも話っていうか、もしかしたらなんか強制って言ってたのにって、なんか聞いてる話と違うかって、なんか誤解されてたら嫌だなと思ったから、話せてよかったなって思います。頑張れ、頑張る。ありがとうございます。こんにちは。めっちゃありがとうございますって言っちゃう。なんかね、前のね、マクドの募金、青いマックの日のね、お手伝いした時も、なんか初めてのファンの方がいて、その方がむちの足もしてくれてね、女性の方で若くて、その方がね、来てくれるたびに、ありがとうございます、ありがとうございますって言ってたのね。やっぱりお金をいただくってことは、もうありがとうございますじゃん。協力してくれてありがとうございますって意味で、ずっとね、ありがとうございます、ありがとうございますって言ってたら、もう「ありがとうボットになってんじゃん」って言われた。 その通りなんだよね。でも「ありがとう」なんだもん、本当に。え、お菓子ありがとう。 また「ありがとう」って言っちゃった。どうしよう。サンキュー？サンキューは違う。 お菓子たくさんありがとね。って
手が痛くならないようにしてね。あ、そう、ありがとうボットって言われたから、うん、どうしよう何ボットになろうってなった。すごい、お菓子たくさんもらったよ。食べるね食べるね、だって。あ、中村さんありがとう、レモンした。でも本当にね、ボタン押したらボイス選べたらおもろいボイス選べんの。じゃあ赤ボタン押したらありがとう、青ボタン押したらありがとう黄色ボタン押したらありがとう、緑色ボタン押したらありがとう。欲しい？あ、レインボースターありがとう。あ、お菓子ありがとう、たくさん。なるみさんありがとう。今日コマが体調不良。あ、そうなんだね。コマこの間のおしゃべり会もあれだったからね、心配だ、心配ですね。ダンディーバージョンありがとなこれでいいじゃあ黒ボタンダンディーバージョンありがとな。ゆなちゃんと仲良くて羨ましい。ゆなちゃんね本当に大好き。なんか楽屋が毎回ね、楽屋って誰と座ってもいいんですよ。でも毎回ゆなちゃんが横に来て、ももちゃんって来てくれるの、めっちゃ可愛くて、ももちゃん会いたかったよって言ってくれるの、もう可愛い。なんでこんなに可愛いの。ありがとな。次何、どういうボイスが欲しい。4歳差なの、3歳差じゃないかな、わかんない、どうなんだろうかね。可愛いね、可愛いよね、可愛いでしょ、ゆなちゃん可愛いでしょ、うんふ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 ん。めっちゃ可愛い声、うん、出せるかな。ありがとう、うん、違うな、ありがとうありがとう、ありがとうありがとうありがとう、違う、ダメだね。ボイス、ありがとうボイスはやっぱり自分の思っている感謝の気持ちの声で言うのがいいんです。お風呂ありがとう。まるまるさんかっこいいですね。うん、さんかな、まるまるさん、まるまるさんかっこいいですね。まるまるさんかっこいいですね。まるまるさんかっこいいですね。これでいいかな。これが欲しかったボイスでしょありがとう。え、ねえ、こちらこそだよ、本当にありがとう。またいつでも配信来てね、待ってるよ。通らなくてくなんで。まるまるさんかっこいいですね。お兄ちゃんありがとうでお願いします。お兄ちゃんありがとうお兄ちゃんありがとう。文字の間に句読点つけたら厳しいでやんすよ。お兄ちゃんありがとうなんでイケボで言うのよあれちょっと違う、ん、昨日誕生日だったんで、お誕生日おめでとうボイスお願いします。わかりました。お誕生日おめでとうです。それは微妙なんじゃない、あれギャルえ、ギャルってどんなんの。ちゃんももでーすマジあげ
私ギャルは向いてないわ。ちいかわみたい。あわあわあわ、難しい難しい。ギャルも上手い。え、全然上手くないのに褒めてくれてありがとう。優しくてびっくりしちゃった。関西弁、関西弁ではなんていう、どういうこと。ちゃんももやでかな。ちゃんももやで、マジでアゲなんやけどかな。え、待って、時止まっちゃうよ、びっくりして。え、なるみさん、なるみ、待って、鼻水やば。え、クマタワーだ。え、しかもクマタワーなんか実質2個じゃん。待って、めっちゃ綺麗にフリーズしちゃった。え、ね、ありがとう。え、なるみさん、な、N、 顔が一本線、な、え、る、る、え、めっちゃ嬉しい。ね、ありがとう。クマタワーだ。え、びっくりしちゃった。え、ありがとうございます。え、めっちゃお手手振る。なるさん、なるさん、なるさん、はい。え、ありがとう。クマだ。ショールームのクマさん可愛くて好きなんだよね。だからめっちゃ嬉しいの。ありがとう。え、ねえ、スピンで申し訳ない。めちゃくちゃメイクしてさ、髪型も可愛い状態で、なんかありがとうって言ってほしかったよね。ごめんね、お風呂行くね、待ってるね。ずっと待ってるよ、ありがとうね、楽しみにしてるね。こんにちは。すっぴんで申し訳ない。あ、お菓子ありがとう、ありがとう。お菓子かわいい、嬉しい。もっとかわいくなるよ、頑張って。こんにちは。今日は前座だからさ、公演のね前後にね配信できたらいいなって思ってるよ。目がキラキラしとる。あのね、ここにね窓があるの、だからめっちゃ光がね入るようにしてる。公演前後って何時ぐらいになるんやろ、全然なんか分からんくて、何時になるか。だからめっちゃ申し訳ない。でもお見送りが始まってぐらいからかな、4時ぐらいかな、分からんけど。見て、右眉毛がなんかここが上に上がってるあれ、おーい、な、あれ治らへんし、なんかピョンってなってる。え、恥ずかしいねんけど、寝癖ついちゃってる、眉毛が。寝癖、寝癖。あ、お出迎えやった、お見送りじゃなかった。しゅ、あれ寝癖ついてもうた、眉毛が。どうしよう、眉毛にも寝癖。うん、私眉毛長いんです長いからそうなんかも。あれれれれ、よいしょ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 よよ、治った。え、治ってないな、この眉毛寝癖ついてもた。よ、
うつ伏せで寝てるん？え、寝てないつもりないけど、もしかしたらついてるってことはさ、うつ伏せで寝てるんかな。わからへん。どうなんやろ。治らへんし。泣き泣き。泣き泣き。泣き泣き。こんにちは。こんにちは。ありがとう。なんででしょうか。急だね。急になんか上に上がってて、やだ。やだな。前髪で隠す？じゃあこうやってします。うん。これでいいかな。よ。あ、うまいこと隠れたんじゃないかしら。私はね。本当に最近永遠に言うんですけど、みゆみゆさんとすいすいさんがめっちゃ観察しちゃう。もう本当に可愛くてじーって見ちゃう。じーって目で追っちゃうので、あとは同期にはめっちゃ言ってんだけど、もう私ゆうはさんのなんて言ったらいいんだろう、ね、私一番なりたい体型がゆうはさんなんですよね。すずに、あ、そうそう、新潟駅のとこです。そうだからね、めっちゃ今3期生さんをすごく、なんか全然悪い意味とかじゃなくて、じーって目で追っちゃう。じーってすいすいさんだったりゆうはさんだったり、じーって目で追っちゃうの。あ、いいな。私も、もちゃん、まいなさんとかです。え、そうですよ、そうだけど目で追っちゃうので、最近はリリカさんともね、なんかめちゃくちゃお話しするんですよ。なんかめっちゃリリカさんとパッて目が合って、リリカさんリリカさん私が言う。じゃあめっちゃお尻痛いですねって、わかる。そう、めっちゃ3期生さんと最近なんか関わりがある気がします。どんな話をす、どんな話、でもなんだろう。でもこの前ハッピーセットの話もしましたよ。なんかリリカさんがなんかベルトにつけるおもちゃをなんか持ってて、え、私もそれ欲しいですって言ったら、え、ハッピーセットだよ。じゃあスタッフさんが買ってきてくださって、私魔法ステッキが欲しいんですよねってももかが言ったら、え、めっちゃいいねそれ。っていう、なんかすごい、なんかのんびり気ままなお話ずっとしてたリリカさんと。で、私がなんか袋、なんか何が入ってるか分かんないのよね、ハッピーセットって。で、魔法ステッキってもう棒状なんですよ、だから持った瞬間に分かんのよ。だからももかが、あ、リリカさんこれ絶対ももかステッキですよって言ったら、え、本当ですかってリリカさんも言ってくださって、え、持ってみてくださいこれって言ったら、あ、これはねステッキです。え、やった、開けますねって言って、じゃあ本当にステッキやって、え、めっちゃ嬉しいって言ったら、いいですねそのステッキ。そう、ずっとリリカさんとハッピーセットのおもちゃの話をずっとしてた。これめっちゃいいですよってこうやって。これだったら使いが、なんか普段から使えますねとかいう話もめっちゃしてた。素敵なステッキ。めっちゃほのぼのでしょ。超ほのぼのしてた。そう、ずっとねリリカさんとお話ししてるの。
リリカさん、このハッピーセットのパスケース使い勝手良さそうじゃないですか、あったら唯一これが普段から使えますねって話ずっとしてて、じゃあこのステッキ普段から使えますかって聞いたら、これは普段から使えません、あーじゃあ私パスケースの方がいいかなとかでもね本当に最近めっちゃリリカさんと話しますよ、一番話すかもしんない、なんか目があったらなんかってなって、ああとねこの前めっちゃねリリカさんに感謝されたのが、なんか違う部屋にいて、リリカさんがなんか手にいっぱい荷物を持ってたから、私がよかったらリリカさんメイクポーチ持ちますよって言ったら、えいいんですかって言ってくださったんで、メイクポーチを持って移動して渡したらすごい感謝してくださって、なんか先輩、私にとっては先輩なのに、なんかああやってめちゃくちゃね、私がふと本当にちょっとだけなんですよ、ちょっとだけ持っただけなのにめっちゃ感謝してくださって、優しい方だなと思いました。はじめまして、はじめましてじゃないだろそう、めっちゃほのぼのしてるんです、リリカさんと私での会話、持ちますよって言ったら、えいいんですか、いいですよって言って持って、リリカさんこれですって言ったら、ありがとうございます、いいですよってめっちゃほのぼのしてるんです、だからリリカさんと話してたらすごいなんかニコニコ笑顔になるんです、ももか自然とにっこり、ハートありがとう、心が洗われそう洗えたかなこの会話横で聞きたい、え横で聞ける時が来るかな、来るか、私が公演に出たら MC とかで、でもすごく大好きですリリカさん、なんだろうリリカさんって何歳ですか、16歳ですか、なんかね私いい意味で本当になんか人生でも先輩な気がするんですよね、5歳も離れてるって私思えない、だからリリカさんと話してる時になんかふとなんか考えるんですよ、あれあれ何歳差だっけってなるの、それくらいなんか人生でも芸能界の歴、芸能歴でもなんかお姉さんな気がする、それくらい思いますね、たまに話してたらこんにちは、私が子供すぎんのかなってめっちゃ思う、ちょっとね私子供っぽいのかな、大人にならなきゃってめっちゃ思うんだけど、なれるかにゃ、そんなことない、え、ありがとう、ありがとにゃ、あ、じゃあ57分になったらランジャイムね、そのままのももちゃんで、あら嬉しい、じゃあそのままのももちゃんにします、あ、お菓子ありがとう、で、出会いは不思議なもんやなそれな、出会いは不思議なもんやな、見て、クマある、コンシーラーで消さなきゃ、キシ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 、でも今日めちゃくちゃなんか平日のお昼なのにみんなが来にくいであろう時間に私を配信したのにみんなめっちゃ来てくれて嬉しかった。
ありがとう来てくれて、なんか嬉しかったですみんなの温かさが私の心に心をみんなの温かさが私の心に染み渡りましたあ、 ありがとうハート。あ、そうだったんだね。あ、昼休みだったんだね。よかったよかった、うまい。どこがどこがだよ。今日は誕生日プレゼントを渡すの、昨日お手紙をね配信後にびっしり書いたから、ファイト、え、年親父さんありがとう、ファイトだって、頑張るね最後まで。そう、今日はマリナさんとか DMM で見ます。待ってるね、待ってるねじゃないわ、見てね、カメラ見るね。あ、待って、団長読まなきゃ、急げ急げ。13位シネタンさんありがとうございます。12位タムムさんありがとうございます。11位令和の土方さんありがとうございます。10位シューイズさんありがとうございます。9位タケルンさんありがとうございます。8位ナカムさんありがとうございます。7位哲也さんありがとうございます。コメント読んでるよ、ありがとうね。6位ぴょんぴょこぴょんのぴょんちゃんありがとうございます。5位のりさんありがとうございます。そのダブルはなんだ4位いけない太陽さんありがとうございます。ネタをありがとうね。そして3位近藤和弘さんありがとうございます。和弘さんたまね、ありがとう、嬉しかったよ、ありがとうございます。そして2位拓蔵さんありがとうございます。お、絶対無駄にならないよ、ありがとうね拓蔵さん、お手手いっぱい休ませてね、ありがとうね。そして1位が山崎なるみさん、わーい、なるみさんめっちゃ嬉しい、ありがとう。なんか名前にもさ、ももかのファンネーム入ってるし、コメントのとこに一目惚れって書いてくれてるし、めっちゃ嬉しい、ほんまにね、たくさんのタワーもアイテムも嬉しいコメントもしてくれてありがとうございます。またいつでも待ってるね。はい、というわけで皆さん、あっという間に、あっという間でしたが、楽しい配信ありがとうございました。次の配信はね、ちょっと前座があるので、前座の合間にできたらいいなって思ってるので、また改めてお知らせ、チャットとかでお知らせさせていただきます。それでは行ってきます。本当にありがとうございました。ではみんなも午後も頑張りましょうね。ではいってらっしゃい、バイバイ、頑張るね、ありがとう。